iPad の電源の入れ方と切り方を説明します。まず iPad の電源は上部の部分、ここですね、ここに電源があります。裏返すとこういった形のボタンとなっています。ここですね。では電源を入れてみます。電源ボタンを指で長押しします。リンゴのマークが出てきたら指を離して少し待ちます。起動してくるまでに少し時間がかかります。慌てずに待ちましょう。そうするとこのような画面が出てきます。すぐ暗くなってしまった場合にはホームボタンを押すとまた戻ります。下の方にここですね、スライドトゥアンロックという文字があるので、この通りに指でスライドします。そうするとエンターパスコード、パスコードを入力してくださいという画面になるので、ご自分のパスコードを入力してください。パスコードを設定していない場合にはすぐにホームの画面となります。入力しますので少しお待ちください。パスコードを入力するとこのようにホーム画面になります。またこのように電源ボタンを軽く押すと画面が真っ黒になります。この状態では電源は切れておらず、スリープの状態です。スリープの状態からまたホーム画面に戻るには、ホームボタンを押します。もしくは、ここの電源ボタンを軽く押します。そうすると、またこのスライドトゥアンロックという画面に戻ってきます。パスコードを入力してホーム画面に戻り、今度は完全に電源を切る方法を説明します。完全に切るにはまずこの電源ボタンを指で長押しします。このような画面になったら指を離します。もしこの時に誤って電源を切ってしまうような場合にはキャンセルを押すと、ここのところですね、またホームに戻ります。それでは完全に電源を切ってみましょう。このボタンの部分を横にシュッとスライドします。画面が真っ暗になり、これで完全に電源が切れた状態になります。それでは皆さん一度電源の入れ方、切り方を練習してみましょう。以上です。